長安豊は日本の政治家、衆議院議員、国土交通副大臣を歴任した、大阪府泉佐野市出身、泉佐野市立長坂小学校、大阪製工学院中学校、高等学校、東京大学工学部船舶海洋工学科卒業。小学校時代まで泉佐野リトルリーグに在籍し、中高は野球部に所属した。1991年、 三井物産株式会社入社。九百九十七年以降、様々なベンチャー企業に関わる。二千三年十一月九日の第四十三回衆議院議員総選挙で、当時スキャンダルで逆風にあった松並健史郎を破って、小選挙区で初当選。さらに二千五年九月十一日の第四十四回衆議院議員総選挙及び二千九年八月三十日の 第45回衆議院議員総選挙でも、松並を小選挙区で破って当選した。2012年10月、第3次、野田改造内閣にて、国土交通副大臣に就任。2012年12月16日の、第46回衆議院議員総選挙では、日本維新の会の丸山実高に敗れ、落選。2014年12月14日の、 第47回衆議院議員総選挙でも再び、丸山に敗れ、落選。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、希望の投稿人で、兵庫11区に出馬する。投開票の結果、落選。その後、大阪19区に戻り無所属期間を経て、国民民主党、大阪19区総支部長に就任。二千二十年九月、 立憲民主党に合流した。2021年10月31日党開票の第49回衆議院議員総選挙に立憲民主党公認で同区より立候補したが、大阪11区より国替えとなった日本維新の会の現職、伊藤信久らに再び破れ比例復活もならずに落選した。ありがとうございます。